小西恵子です。37歳です。フリーランスでグラフィックデザイナーをやっています。気がついたらえらい日数奈良にいたっていうのが続けてもう3年くらい。私はもうずっと東京に住んでいて、最初の年で1年のうちに27日になってまして、次の年がちょっと減って、それでも18日いたということを数えたら発覚したんですけれども、その次の年で62日っていうびっくりな数字を叩き出して、そうなるともう 1,2 ヶ月に一遍は奈良にいる。で、いる間の期間が最初は2泊3日とか、ちょっと長くて3泊とかしてたんですけど、1週間とか2週間とか、最近よく言われるのがもう住んでるんちゃうっていう、そういう状態になってます、今。可愛いお店とか、行きたいお店とかがたくさんあって、そういう面白いお店とかがだんだんこう自分の中に蓄積されていくと、デザイナーっていう仕事をしてるからだと思うんですけど、何か表に出したくなって、何か表現したいなって思った時に、こう自分だけの目線の地図っていうのが面白いんじゃないかと思って、試しに作ってみたら、結構みんながこれ面白いって喜んでくれて、そこからの流れで、もう本当に街歩きイベントのための地図を作りませんかっていうお話をいただきまして、やっぱり好きな街の地図を作るっていうのは、こう、その街から受け入れてもらえたような感覚もあったし、なんだか妙に楽しいなと思いながら作業してました。